いやあ、せつの旧式だよ。ライド、続きやっていきたいと思います。写真手に入れたんで、それを、1万に呼んでもらいたいって言ったな、前回のパート。おるんどっかね。まずそっからやな。もう一回本読んでみる。まあ、ピャーってなるよな。ピューってなるだけやけんな。なんでピューなのかわからんけど、どこおるんや、あいつは。どこ行ったら、あ、キースに呼んでもらうとかは。あ、前回喋りかけたっけ。呼んでもらえそうじゃないな。じゃあこの子にだって喋りかけたな。あ、話になった話になった話になった話しようよって言うたらいいよってなっちゃった。あれ、前話さん、前回のパート話さんかったっけ。でイベント発展せんかったような気がするんやけどな。ずっとこの部屋から出たことないの。うん、よその人が街にいるときだけ。いないときでも私夜のお散歩ぐらいしかしないけど、夜危ないんじゃなかったん？ん？なんで？わかんない。でもお兄ちゃんは夜中によくお出かけするよ。昨日の夜中ふと目覚めたとき、外に行くの見た。外に行くの見た。ちょっと待って、これ絶対怪しいって。エフィ、何気にちょっと重要なこと聞いとうぞお前。なんで？わかんない。ねえ、その写真、何？あ、あ、これ、図書館の本のカバーの隙間にあったの。これ、読んでもらえれば？文字。それ、私だ。それに、お兄ちゃん。え？そう言われてると、少し色あせててわかりにくいけど、レイチェルちゃんに似てるな。この後ろに何か書いてあるんだけど、これは読める？ん？私の名前、お兄ちゃん。もう一人は、お父さんかな。ジェイルって書いてる。家族写真だった。あの図書館、なんで図書室に、図書館にさ、お前らの写真あるんや。図書館の館主が、お前ら家族のファンなんか。丁寧に名前まで書いてやがる。マジ読めるんだ。いいな。お兄ちゃん、昔の写真とかも何も残っていないって言ってたのにな。お兄ちゃん、嘘つき？うん、私には何も教えてくれないもの。秘密主義で来とるよ、お兄ちゃん。エフィちゃんとお話しするのとても楽しい。誰が来てもお兄ちゃん何も喋るなって言うから。エフィとも喋ったらあかんのちゃうのそれ。ダメ、ダメじゃない？レイチェルちゃん、お兄ちゃんの言いつけ守ってない。私もレオにお前は黙ってろって言われるんだ。一緒だね。そんなところ一緒で、一緒でいいか。うん。二人の共通点を見つけて、ちょっと意気投合してるけどね。それはつまりさ、ベラベラやいらんことまで喋るってことやけんな。不名誉だぞ。そういえば、今日は外でわざわざ、ざわざわ言ってる。何かあったの？ざわざわ。ああ、それはトニガモさんがギャンブルし始めたんよな。勝ったら借金チャラにしてもらえるけど、負けたらどんなことされるかわからんのよな。え、知らないの？ギャンブル王だよ。そんなわけないけど。人がね、死んじゃったんだ、昨日の夜。それがカロルって人なんよね。え、そっか、またなんだね。またん？またって何かあったんやな、過去にも似たようなことが。ちょっと眠くなってきちゃった。またお話ししてくれる？うん、いいよ。よっしゃあ、ようやく話し済んだ。眠いんか、寝とっけ。眠いんだったら寝とっけ。お前の娘さん、いろいろ話してくれたよ。なんか重要になりそうなこと話してくれたよ。家に来とる、この家に入ってる時点で、ね、お散歩じゃないような気がするけどな。さて、もしかしたら今ので、今のがちょっとイベント進んでさ、1万に合流できる時が来たんじゃないかなって思うけど、1万どこなんだろうな。君もドラゴンだったな。うん、一緒だね。ふふ、幸せそうだな、安心だ。これ前回読んだかな。あ、イベント始まった。めっちゃ飛ばしてしまったけど、今イベントは始まってもだ。
すいません視聴者さん、なんかこういうこと多いね。だ一つ一つ綺麗に止めてから読んでね、文字。角と羽、君は自由に出せるか。出せるけど使えちゃうし、形も少しいびつだよ。いびつなんじゃ。どんな感じでいびつなんだろうか。ガーなんかな。ガーみたいに目がついとみたら、目みたいに模様ついとみたいな。まだ不安定ということだな。基本的に力を使用するなど以外には特に出す必要はないのだが、これがドラゴンだという証になる。あ、そこでドラゴンだと判断したんだよ、こいつ。なるほど。あ、ケーキくれてる。ケーキごちそうになってる。おいしそうに食べるな。全部食べても構わないぞ。ケーキさんのところのケーキおいしいねって読む。これもしかしてダジャレ？ダジャレ言うたん、これ。ケイビさんって言えばいいのに、ケーキさんっていう、これキって読むんじゃん、これケーキさんって読むんじゃん。これさらっとダジャレ言うん、このエフィちゃん。エフィちゃん意外と親父っぽいんやな。ケーキよ、ケーキ。これに関してはどう反応すればいいか分かってないやん、この。スルーしたな。スルーしたな。ドラゴンにも種類はある。同じ種類のドラゴンは私の記憶ではいない。ああ、ドラゴンにも種類っていくつかあるんやな。君は、私はね、嘘を食べるの。味は分かるけど、嘘じゃないとお腹がいっぱいにならないの。なんでかな。知らんわ、そんなこと。そんなこと聞かれても知らんわな。それはまた特殊なドラゴンですね。ドラゴンが生まれるには何か特別な理由があるらしい。ほう。僕たちでも調べてはいるが、未だ分かっていない。ドラゴンってそんなにたくさんいるの？そうだな。ケーキ隊でも数十人ほど保護している。めっちゃおるやん。ドラゴンそんなにおるん？希少種ってほどでもないんかもしれんで、これ。あ、でも保護ってことはさ、それなりに大切に扱われなあかん理由的なものがあるんだろうな。保護？む。そうだな。守っている。守る？少し前にも言ったが、ドラゴンと人間が一緒に生活することはとても珍しい。ケーキ隊も特別な集団で、人と協力してはいるが、僕は人はあまり頼りにしていない。ああ、そんなんがあるんだな。ドラゴンの卵は、僕たちの持っている知識では、高確率で人間の前に突然現れる。言おったな。1万が突然ベッドの下にあったみたいなこと言おったわ。そういうことなんだろう。しかし、その後は、見せ物や奴隷として回収されたり、人から奪われたりすることが多いんだ。ドラゴン、犯罪の種になるんやな。奴隷？見せ物？人のために働かされる。大切に扱われないことで伝わるだろうか。僕も思えた時には、すでに見せ物として檻に入れられていたよ。そんな過去はあったんじゃ。ドラゴンの扱い悪いんやな、この世界。しかし、対等に助けてもらった。その後は僕もケーキ隊に入れてもらったよ。あ、命の恩人なんだな。ブレッドのように、見せ物や奴隷として扱われるドラゴンの救出も私たちは行っている。どうしてドラゴンを？む、珍しいからか。私たちはドラゴンだから明確な理由はわからないな。そうだろうな。だから君のように、一人の人を信頼し、行動を共にしているドラゴンは珍しい。めっちゃ信頼しとんやな、一番のこと。あんなに嘘つくのに。あいつがその信頼に値するような人間だとは僕は思わないがな。奇遇だね、俺も。ブレッド。君が彼、テオバルト・レオンハーツを信頼しているということな。そんな名前だったっけ？レオンハーツのレオだったっけ、あれ。そんな名前だったっけ？パート1あたりで名乗ったような気がするんやけどさ、覚えとるかボケって感じ。私たちは手を出すようなこともしない。ただ人間と行動や生活を共にする上で覚悟を教えておいた方がいいことはある。いじめられないようにってこと？いじめられないようにってレベルじゃないと思うぞ。奴隷とかそういうのはその類ではない。それもあるが、命、寿命の違いだな。
ドラゴンは普通に暮らしていればかなり長寿な生き物なんだ。あ、だから君より先に彼がいなくなる確率の方が高い。私も経験したからな。悲しい現実やな、それ。だからもし君が一人ぼっちになってしまったのなら、私たちのところへ来るといい。その時は彼に代わって私たちが君を守ろう。わかった。とても寂しい気持ちにされるようなことを言ったが、それはまだだいぶ先のことだろう。それまで大切な彼といる時間を1日1分1秒と大切にするといい。もうなんかすごい暗い話になってきよんで、あんまこんな話聞いたら後で本当に1万が死ぬところとか見てしまうんだろうかってなってしまうよな。大丈夫かな。うん、パパ大切にする。ねえ、さっきのテレバレレパンツみたいなのがな、テレバレレパンツってなんだなんだ、パンツのメーカーの名前な。テレバレレパンツ、テレバレレパンツ社みたいな、パンツの下着メーカーな、それ。パパの本名だとしたらちょっとすっごいパパバカにされるよな。わーい、お前パンツみたいなテオバルド・レオンハート。まさか彼は君に本名を教えていなかったのか。本名か。テオバルド・レオンハート。なんか痛々しい名前確かに痛々しいわな。あ、イオッタな、なんかあの緑の髪の女の子、名前忘れたけど、イオッタは痛々しい名前とかイオッタな気がするわ。ありがとう。ああ、長話をしてしまったな。応援しているぞ。パパか。ふむ。あいつ、自分を父と呼ばせているのか。そういうプレイはしてないよ。誤解しないで。ああ、合流できた。いい感じで進んでますね。ここにいたのか、ジェリー。あ、なんとか、レオンハーツ。傷をえぐるようなことをする。レオン、十分遊んだんだろ。何かあったか。これでこうがほにゃららほにゃで。ああそうだ、そんなことがあったんだ。でちゃんと話してくれないか。なるほどな、通じてる。あうんの呼吸。この写真とあとのはメモをしておくか。これがあれば大丈夫かな。何をするの。ちょっと嘘つきな。お兄さんと話をする。行くぞ。カマかけに行くんじゃ、とうとう。ねえレオ。なんだ。レオは私のことを好き。エフィーナちゃん、爆弾発言だ。視聴者さんの中にエフィーナファンがおったらどう思う。この野郎って言って一番のことを殴りにかかりに行くと思うよ。おいの好きなものを3つあげてみろ。お金とお酒と女。お金はなんとなくわかるけど、お酒と女って完全におっさんの三大欲求みたいなもんになったな。おっさんが欲しがるものベスト3じゃないこれ。正解だ、正解だった。私も女だよ。お前はガキって言うんだよ。じゃあ私のこと嫌い？嫌いだよ。バカ、嫌いだったら今のいろんなとこまでお前を連れ回してるわけないだろう。そうだよね。そっか、嫌いな嘘だから好きってことだよね。私も好き。まあそれも嘘だけどな。どっちなの。裏の裏の裏の後ろの裏の裏の裏の嘘の反対。裏の嘘の裏。どっちだよ。行くぞ。何これ。これがこの親子のスキンシップの取り方なんやな。あ、そう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 。キースのところ行くんだったら、キースのところ、家に入った瞬間イベントになると思うんで、ここでセーブしてここで終わろう。時間の問題です。ということで今回はこの辺で進展してきましたよ。うん、いい感じです。事件は、まあ、犯人はわかる。犯人かどうかは知らんけど、とりあえず重要参考人がここにいますよ。次の回でいきます。ということで今回はこの辺で仕上げ。
やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。